麻雀遊戯王ほかチャンネル研究会。さあ、昨今 M リーグなどの影響で麻雀遊戯王以外にもたくさんの麻雀関連の YouTube チャンネルが増えてまいりました、独自の企画を考える我々麻雀遊戯王ですが、やはりこの機会にですね、他のチャンネルがどのようなことをしているのか研究をし、実際にもう電話でインタビューをしちゃったりしつつインスパイアされていこうじゃないかという企画でございます、本日も星野さんと伊さんと一緒に研究をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、この前はですね、麻雀するしないさんに緊急しようということで、実際にひなさんにお電話をいたしまして、ね、コラボだとか何だとかとお話をいただきましたが、そうですね、今回もですね、麻雀チャンネルのですね、一つの動画にちょっと注目をしまして、その動画を研究していこうじゃないか、そしてたくさん褒めていこうじゃないか、そうですね、はい、そしてインスパイアされようじゃないかという企画で、まだまだ褒め足りない足りないですね。やっぱ褒めようと思ったのに鶴次内さん電話したら普通に金馬のダメ出しくなってそうですね、我々褒めることができたんですが、めげない、もうめげない、褒めない、はい、めげずに吸収していきましょう。はい、ダメ出しされませんようにということでですね、本日研究するチャンネルはタカチャンネルでございます。おこれはね、チャンネル登録者数でいうと一気に伸びた、はい、4月から始めたチャンネル、ね、としては相当勢いありますよね、はい、皆さんご存知だとも思うんですが、まあ、一応ご説明しますと、大井隆晴プロ、RMU 代表、そして M リーガーの大井隆晴プロが始められた、チャンネルでございます、でもう始められてもう4月過ぎてから始められて、あっという間に登録者数が伸びて、今ですね、もう一番勢いがあるんじゃないかと思われているチャンネルでもあるんですが、今日はそのタカチャンネルを研究していこうじゃないかと。そう、タカチャンネル、僕、大井さんにもう結構だいぶ前からやるんですよって言われて、まあ、もちろんオフレコですけど、聞いたときに、大井さん来たら持ってかれんなみたいな、そう、まあそうですよね、そう、はい、まず、何よりもエンターテインメントを考えてる人ですから、やっぱりね、いろんな企画も出していくでしょうし、でやっぱね、ライバルというか、その競合するわけじゃないでしょうけど、やっぱちょっと気になる存在ではあったという。そう、単純にまあもちろん人気あるからバッとこう登録者数いくんだろうなみたいな思ってたのと、で本人からそのいやもう本当に麻雀以外のもう何でも自分で好きなこと、全然これは別にその登録者数とか儲けとかそういうのは全く関係ないみたいな、とにかく楽しいこと提供したいだけだからって言ってたから、ちょっと怖いなと思ってたんで、だからすごいね、注目してたんですよ。そうですね、一体何をやるんだろうかって言われてるんですよね。今実際にその何をやられてるかというと、今ね結構メインでやられてるのがゲーム実況だったりするんですよ、意外と。あ、そう、はい、いろんなゲームを実況されてて、でやっぱ大井プロのまあトーク力があるから、まあどのゲームもしっかりそのゲームを楽しんでるので面白かったりするんですよね。よくでも考えたら、大井プロが麻雀遊戯王に一回ゲストで来てくれた時に、グープを実況してもらってるんですよね。あ、そう、もうすでにパイロット版じゃないですか。パイロット、そうですね、あそこでテストプレイがあったんじゃないですか。そうあそこでできるの踏んだのではないかと思ってやられたいるんですけれども、はい、そんなことはない。でもやっぱでも面白いですよね。で動画の、ね、数こそまだそんなにはないですけど、まあ、なんか食べるフード系の企画もやってますし、はい、やってますね。なんかアプリ紹介系もやってますね、ゲームじゃなくてアキネーターとかみたいな、やられてますね。で実際にこの何でしょう、まあ、最近で言うとリモート配信でのトークとかが、いろんなところでメインになっている中で、結構企画をバシバシ出してるっていうのもすごいなと思うんですよね。やっぱなんか何でもやってみようみたいな気概を感じます、なんかすごくですね、でやっぱり トークスキルが半端ないから、そうなんですよ。ああいうのって大体プロ雀士がやるとグダグダになっちゃうんですけど、見てらんないじゃないですか。そう、大井さんとか業界だと唯一無二じゃないかな、うまくいかないですよ普通は。まあでもプロ雀士のっていう意味では結構最高峰ですよね、いきなりこの初速の数字でやって、そもそもそのチャンネルやっていく上での必要なトークスキルなんだをもう持ってる方なんで、まあそういう意味では大井さん以上のチャンネルを作れる人なかなかもう業界いないですよね。いない。そうですね、やっぱりこれだけね、やっぱマルチで活躍できるっていうのもないですからね、それでマージャンをやるかと思ったらそんなにマージャンしないっていうのがまたちょっと面白いなと思いますね。体張って寿司食べてたりしますからね。そうでしかもちゃんと食べるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。そこでしっかり爪痕が残るような挑戦の仕方をするので、やっぱそういうところも全部見てる側を楽しませると考えてやってるんだろうなと
思いますよね。あとなんか、うん、そのゲーム実況してもそうだけど、ちゃんとやってうまいんで、うまくなるってすげえ、ね、テトリスとかすげえうまいんですよ。なんか、はい、ゲーム実況って片手間でやってる感出すと、うん、結構アンチが多いジャンルなんですよね。そう、真面目にそのゲームをちゃんと取り組まないと、うん、支持されないコンテンツなんですけど、小石さんちゃんとやるんですよね。そう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 、そう本当に真面目意外と真面目しっかり取り組むっていう、ね、そう、はい、だからやっぱにわかみたいな、ちょっと触ってみました新しいゲームですみたいな紹介だと全然こう誰も支持してくれないんですけど、うん、ちゃんとプレイするとやっぱちゃんと支持してもらえるはずなんで、うん、結構その辺は見ててすごいなみたいな、やっぱそのプロ意識、なんか何にでもプロ意識ちゃんと持ってやってるんだなっていうのはびっくりしましたね。思いますよね。あとはワルプロのねときめきメモリアル実況はやっぱみんなが目が離せないじゃないですかねまあリアルだとそんなに僕恋愛上手いとは思わないですけどわかんないですね、うん、いや みんなもうそこら辺をうすうす思うからこその、うんうん、このときめきメモリアルやっぱ目が、ね、離せなくなるじゃないですかそうそうそう、はい、麻雀が上手いのはもうみんな知ってる、うん、そうそう、恋愛はどうなんだってなったら絶対に見ますよね、うん、そういう企画の考え方とか進め方も上手いなと思いますよね。となるとやっぱりこれは大江プロが全部自分で発案してることなのかとちょっと気になったりもしますね。あ、そうですね、あ確かにね、うんうん、自分でどれぐらい企画を考えてとか、うんうん、どれぐらいを進めているのかとか、あそうですね、ちょっと、ね、気になるじゃないですか、うん、電話しますね、まあ、もう電話しましょうか電話しましょう、はい、あの番組はどうしてんだみたいな、うん、こっちで考えててもそうそうなんですよね、想像だけに過ぎないじゃないですか、はい、想像が膨らんじゃうだけなので、はい、なんかわかんないですけど2回ぐらいさっきのかけた気がするんですけど電話しましょう、はい、どんだけ大井さんにかけてんだみたいな、もし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 なんか今日いっぱい大井さんと喋ってるような、いっぱい電話してますよ何回もすいません、すいません、ありがとうございます、すいません、改めてしょうがないですよ、人気者だからいや本当に人気者なんです、オイプロ、すいません、ちょっとですね、はい、オイプロ、実は今、麻雀遊戯王の収録中なんですけども収録中なのも、そうなんですよそっちのパターンもできる人だ、それですね、さっきまでというか、まあ、ちょっと動画公開的には、アンケート企画をさっき行ってたんですが、今は別の企画を収録してまして、それがですね、他チャンネルを研究しようと、他の YouTube チャンネルをやられてる、麻雀関係の YouTube を、ちょっとチェックしてみて、そのいいところを褒めながら、どうしてこういう風に至ったのかなというのを見てみようという企画をやっておりまして、で今タカチャンネルさんのことを話したんですね。タカチャンネルだって、だってさ、はい、おじさんがゲームやってるだけだよそのおじさんがゲームやってるのがとても面白いので、その秘訣を聞きたいんですよ面白くないよいや面白いわ、一生懸命ときめもやってるじゃないですかいや、それはやるよそれはやるよ、いややっぱりその大井プロが全力でテトリスで悔しがったり、うん、アキネイターで浮かれたりしてるの面白いんですよ。なるほどね、はい、あれはもともとどういうきっかけでやるんですか。最初、うん、いや本当に4月1日でエイプリルフールだから、うん、なんかネタの動画を1分ぐらいで作ろうと思ってて、うん、YouTube 始めますって言って、うんうん、全然始めないつもりだったんですよ、はいはい、それ冗談で始めますってやったんですよ、はい、そしたら あまりにも十何万反響があって、うんうんうん、もうこれちょっと引っ込みがつかなくなっちゃってこう本当は壮大なドッキリだったんですよ実は、うん、そう4月1日に嘘ついて、はい、であやっぱりあれ嘘だったんだなって言って、うんうん、5月の頭ぐらいから YouTube 始めて、うんはい、なんだよこれと本当だったんじゃねえかみたいな、うん、そこまで考えてたんですけど、うん、嘘と本当を混ぜつつ楽しませていく作戦だったんですね、うん、と思ったんですけど、あまりにもや、うん、そうやってくれっていう声と、うん、それからその毎日がつまんないっていう人が多すぎて、うんじゃあもういいやって4月2日からやっちゃえって言って、急に次の日から取り出したんですよ。あなるほど。なんかもっとゆったり取ってくみたいなこと言ってましたもんね。なんかもうそ本当は全然5月だと思ってたんで、なんかちょいちょいなんか好きなことやって、はい、うん、なんかそこまで本腰入れずに全然やる気なかったです、ね、自分のペースでやるって言ってましたもんね。なんかそうなんですよ、取ってみたいな。そう、うん、本当は週に1回2回、うん、アップしたり、うんであのこういうロケとかもいっぱい行きたくて、うん、商店街を食べ歩きしたり、うん、高尾山に登ったり、うん、なんかあと大人ガチャをやったりね、うん、あと駄菓子を1万円分買ったり、うん、なんかそういう企画を50本も出して、
で企画があったらそれ全部ロケ禁止になっちゃって、うん、なるほど、まあ状況がしょうがないですね。だから急になんか食べた大食い企画やったり、はい、なんかゲームやらされたり、急に変わっちゃったんですよね。なるほど、じゃあゲーム実況をメインでやろうとかではなかったんですね、はい、本当はロケとかもしたかったってことなんですね。全然違う、本当にちょっと元気のない商店街を盛り上げようみたいなんで、うん、なんかこういくつかの商店街を食べ歩いて、はい、いい美味しいお店を紹介しようとかも考えてて、うん、そう結構ね麻雀全く関係なく、うん、社会貢献じゃないけどいいことしようと思ってたんですよ。そう、それなんか全然違くなっちゃって、まあ、全然違うね。びっくりして、こんなにときめきメモリアルやってなんか面白いっていうのとバカじゃないのっていうのが、うん、半々だから今さ。いや、両方とも褒め言葉ですよこれは、はい、本当に、はい、でも、うん、いやその YouTube チャンネル、ご自身の YouTube チャンネルで、はい、麻雀をやろうっていうのはあんまりお考えではなかったんですね。まあさすがにリクエストが多すぎるんで、うん、もうそろそろやんなきゃなと思ってるんですけど、はい、いかんせんね麻雀にその、うん、麻雀の技術とかを披露するみたいのが、うん、そんなにこう自信がないっていうか、うん、あんまり好きじゃないんだよ。自分のその知識を自慢するのは好きじゃないですよね、うん、なるほど、うん、今動画のタカチャンネルさんの全体のサムネを見る限り、はいはい、やっぱ全部のゲームが楽しそうなのでこれが正解だったんじゃないかなっていう僕は思うんですけど。そうだから本当にね、うん、マージャン以外でどこまで通じるかも試してみたいんですよ。あ、なるほどね。なるほど。これって純粋な僕の人間力じゃないですか、うん、そう、うん、だから今結構僕2万4千人ぐらいいるんですけど、うん、まあ、結構喜んでるんですよ、うん、実際マージャンばっかりやって5万人になるより、うん、意外とこれで喜んでるんですよね、うん、僕は。あ、うん、そうですよね、その、うん、やっぱり大井高春プロというその人間でこれだけ集まってるって感じはしますかね、はい、そうなんですよ、うん、まあね、麻雀配信はさ、まうん、僕じゃなくてもできる人いっぱいいるじゃない、うん、でも麻雀プロで喋、うん、りだけで勝負できる人って僕そんなにいないと思ってるんで、うん、そうですね、まあ、そうですね、はい、だから、まあ、いけるとこまで行きつつ、うん、僕のファンの方はやっぱり麻雀たまにはやってよと、その大井さんのチャンネル今面白いけど、うん、たまには麻雀もやってよっていう人も結構いるんで、うん、まあ、そこに関してはちょっとリクエストには応えたいと思ってるんで。なるほど、ね、今いくつか企画は出してて、はい、そろそろやろうと思ってますよ、はい、なるほど、はい、それは何、ちょっとプロの技を見せる感じなの？最初は、うん、自分が打った曲を自分が解説してみようかなとか。ああ、なるほどね。そう、ガチだ。そう、ガチでどういうことを思ってたとかをいろいろ紹介していこうかなと思って、うん、なるほどね、はい。おじさんすいません、ちょっと今5時のチャイムなっちゃってるんで、はい、ちょっと待ってもらって持ってるな、ね、こういうチャイムが鳴るのが僕の運だから、うん、いや持ってますよね、こういう音楽鳴っちゃうからね、うん、あとイーピングが一つ気になったのは、はい、あの大井プロが麻雀遊戯王にゲストで来ていただいたときに、はい、一回あのゲーム実況に挑戦していただいたじゃないですか。はい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 。あの時になんとなくこれいけるなっていうのはちょっと思いました。いや、あの時にやっぱ難しさを感じて。あ、そうなんですね。うん、少しこう得意なゲームっていうのも、うん、10代の頃得意なゲームはあったけど、麻雀、うん、プロになってからは、うん、ほとんどゲームやんなかったんで、うん、そうゲームが得意だったらいけるんだけど、うん、そうだからそういう意味では、うん、もう手探りというか、うん、これから僕がゲームも上手くなるところも見せていきたいんで、成長、人間の成長も見せたい、こっから成長記録を見せていこうと思って。なるほど、はい、これは面白そうですね。でもね、本当に上手くなる、テトリスとか、うん、最近バンバン1位取れるようになってすごいですよね、本当に。本当初めて3ヶ月ぐらい経ったけど、うん、本当に上手くなるのよ。これでもテトリスでびっくりしてる、うん、これで1位取るの相当難しいですけどね、うん、すごい。あれね、相当難しいのに、うん、やっぱり努力って大事だね。それをやっぱそれを麻雀以外で見せられるっていうのが素晴らしいですね。いや、そうそうそう、だからみんなもね、麻雀で結果残したい人は、うん、本当に麻雀努力すれば多分みんな結果残せるよ、うんうん、なるほどね。努力が足んないんじゃないかね。そう、努
努力が足んないんだよ、うん、なるほど、はい、それをゲームを通して皆さんに伝えたいそういうこと、そういうこと、ありがとうございます、はい、社会貢献してます、社会貢献素晴らしいですね、これはちょっとあの参考になりました、ありがとうございます、はい、いえいえとんでもないです、またあの一緒に絡んで何かやってくださいよ、ぜひぜひ、はい、コラボ、お願いします、コラボやゲストも含めよろしくお願いいたします、うん、はい、これからもお願いします、お願いします、すいません今日何回も出ました、ありがとうございましたありがとうございました、これからも一緒に盛り上げていきましょう、はい、お願いします、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、失礼いたします、はい、どうもありがとうございました、はい、いやー、いろいろと秘訣が分かりましたね、タカチャンネルは人間力と人間の成長を見せるチャンネルということで、なるほど、分かりました、確かにね、成長を見せるってことですよね、やっぱり、まあでもね、それはそれでね、うん、面白いですよね、そうですよね、だから結局そのマリチューさんの麻雀にチャレンジしてクーであるとか、うん、はい、さらに過酷なヤマトチャレンジとかそういうことになってくるとか、うん、なるほどね、はい、思います、そういうことなんだね、やっぱ聞いてみないと分かんないね、分かんないですね、うん、なんとなくその、うん、スキルの高いプロ雀士が何かをやってるだけじゃなくて、うん、そういうことなんですね、うん、ですね、一応ね、はい、そういうコンセプトが面白いテーマがね、分かりましたね、マリチュー人形も成長を見せていきましょう、うん、何も考えてなかった、何も考えなかったですね、そんなこと、およそ2年ほど成長せずにここまで来た気がします、なんか他に人気企画ねえかなって思ってたけどでも真似できねえしな、匠とか、ね、それくらいしか思ってなかった、いや匠やりたかったのにヤマトチャレンジやるっても全然違う、いや素晴らしいお話聞けましたね、なるほどね、これをちょっとテーマにいろいろ企画をまた考えていきましょう、そうですね、はい、はい、うん、また一つなんか成長できたような気がする、ね、満足が早い全然勉強してねえじゃねえか、これでね、うん、満足してたら終わりです、終わりですね、はい、ということでともあれですね、はい、またちょっと様々な他のチャンネルもちょっと研究していきたいと思いますので、うん、引き続きよろしくお願いいたします、はい、ということで今日はここまで、またねー、